あ、でもなんかこの辺までなんかフィッ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 フィってなる。うわー、ちょっと待って聞かないのかな。おこれ何やってんの俺は今日。わかるかこんなもん。あれだ、オープニングルースです。あ、ちょっと待って、口が変な顔になってる。おはようございます。何時今？時半。朝？うん。いつもより元気じゃない？なんかね、マジで一歩も出てないよ。隔離して何日目？着いた日が0日目やねんか。OK。着いた日が0日目で、一回寝てやっと1日目で、今日2日目に入るのかな。限界？そろそろ。あと3日あるけどね。隔離中何やってんの？ダラダラしたり、パソコンずっといじったり。あと、うん、自重でできる筋トレ久しぶりにやったりちょっと恥ずかしいね。でもね、10時とか11時ぐらいに寝て、うん、7時ぐらいに起きるみたいなが高校2日続いてる。最高じゃん。うん、でも起きても天気超いい時とかあるので、はいはい、すごい寂しくなるよね。まあ、そうだこうやって、こうやって眺めてるだけやで、ずっとわー、やだな隔離。まあまあ、まだ外が見えるからいいけどね。生隔離初めて。ずっとダラダラ YouTube で流してみる、俺の隔離生活。ごめん、俺今さ隔離してんねんけどさ、ロンドンのホテルで。はいはいはい。なんかこの後 PCR 検査一回行かなあかんくて。え、それってロンドンって部屋であるの、それとも行くの？いや、部屋。ああ、なるほどね。お疲れ様です。今日は最近顔が疲れているお二人を何とかするべく、クルールラボさんにご協力いただき、あるものをご用意させていただきました。なんでこんな顔が疲れてるのか勝手にジャッジされなあかんの。まあ確かにお前疲れてるな。俺寝起きなんだよ。あ、そうだ。うん。こっち1時だよ、1時。1時40分。夜中おお、うん。ごめんごめん。ドクター・エルミス。リフトレ。こちらは表情筋を鍛えるリフトレ、ドクターエルミス。魅力的な笑顔に必要な筋肉を自宅で簡単に鍛えることができるアイテムです。筋肉を刺激することでさらにリフトアップ効果が高まります。今日はこれを使ってお二人にさらなる素敵な笑顔を手に入れていただきます。やって、チェン。笑顔を練習。あ、そうなんや。ちょっと待って、俺これ今つけて PCR 検査もし来たらどうすんねん、俺これ。これでいいの？このメガネみたいな。待って、マジで来た、マジで来た。ちょっと待って。はい。Thank you. Thank you. Okay, I just need to know. Okay. マジで。It's okay. Breathe, relax. Wonderful. It's okay. I'm sorry. One more. Keep breathing. I'm sorry. Okay. Thank you. I'm okay. No, it's fine. Okay, this. Okay. Thank you. Double check. Thank you. Okay. Okay. Thank you. Okay. ごめん。スワブ？うって。こうなんか両サイド口に入れたやつをそれにさらに鼻に入れられた。それ入れんのも思いながら。ごめん、お待たせしました。OK、できた。え、ジェル、俺もここね。え、これ指で塗っちゃっていいんかな？塗いで。こう？はい。こうかな？で、これ後ろこう。あ、でもなんかこの辺までなんかフィッ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 ってなる。あ、口ここまでなるで。ヒクヒクする、ヒクヒク。おお、ちょっと待って。これね、イギリスでやることか。俺これ動いてるの分かる？うわー、ちょっと待って。すごい、これここだけしか当たってないのに顔中くるな。表情筋でやっぱ全部つながってるってことや。俺聞かないんだけど。え、俺超聞くよ。お前ちょっとプラス上げてってみ。いや、上げてんだよ、めっちゃ。うわ、なんか、いろんな振動来る。うん、聞かないのかな？え、お前、プラスやりまくって、お前、T と R どっちにしたら？リフレット、トレーニング。T？ うん。トレーニング？トレーニング。じゃあ、なんかオレンジに変わらへん、これが、ライトが。変わる。ああ、はあはあはあ。
お前でも聞かないんだ。でも全然大丈夫俺。あのさ、こういうさ低周波の治療器みたいな昔あったやんか、よく。うん、感じる。感じる？うん、いやすごく感じるけど、うわーとはなんないかな。あ、そう、うん、強いんだよこれ。何やってんの俺は今日。わからん、俺もこれで隔離期間ずっと過ごしたらもうえげつない顔になってるかもしれないよね、元気で。笑顔がすごい上手くなってんじゃない。ちなみにこれ今日はこれをつけて何をやるの？このまま5分待っていただくのもとてつもなくシュールな絵になるので、この時間を使ってある企画に挑戦していただきます。題してリフトレしながら NA アウトロクイズ。こちらの企画は NA の楽曲からイントロではなく、楽曲の最後の部分アウトロの一部を聞いて当てていただきます。まあまあまあ、これ自分の曲でってこと？アルバム？うわ、はい、やってみようよ、一回やってみよう。わかるでしょ。やってみよう。はい、俺もわかったわ今のは。はい、ノーグッド。マニー、あ、マニーじゃないか。うん、ごめん、それ旧タイトルだね。あ、ちょっとごめん。それはわかるわ、さすがに。それはわかるよ。うん、はいはい。そんな終わらせた方、終わらせ方。もう一回。わかるかこんなもん。これあれあれだ、オープニング。よし、じゃあ俺一個強くするね。こういうゲーム。はいはい、これ今のキングダムでしょ。ああ、そっか。強くしなさい。はい。はい。うん、あれだ。これ、わかる？あれだよ。ドゥンドゥンズカドゥンドゥン。なんだっけ。ロックっぽい。タイトルなんだっけな。ルードなんとか？ルースです。あ、ちょっと待って、口が変な顔になってる。あ、ゲットルーズだ。あ、ゲットルーズ。あ、あった。あ、終わったー。これまだやってる。これどうする？どうやって終わる？この回。お前がピーって言ったらもう終わろうぜ。こまま喋っといて。オッケーオッケー。じゃあ次やってみる？いいよ、一応。アウトロ。うん。はい。はい。はい。イブ。はい。はい。Hey, what's up でしょ。あ、鳴った。あの、コードでわかった。え、鳴った？鳴った。あ、いや、終わりです。すごいね、これなんかちょっと気持ちいい。変わった？変わった？これリリーシックだった？そっけ、ほんまかい。なんか若干でもちょっと起きた感じがする。わかる、なんかでもそれは思う。うん、こうブワーってやられるから。いやでもまあこれだってそんな1回でさ、正直効果入れるっていうよりも持続することが大事なんじゃないの、きっとこういうのって。そうね、そうだよね。まあ筋トレだよね。だもんね。うん。
まあここ普段鍛えないからね。まあまあ俺どうせ折るとき暇やからこれやっとくわ。うん、俺気持ちよかった。え、最強でやってた？最強でやってた。あ、そう、強いんだな、うん、お前収録中外眺めんなよ出たいんだよ